にちは、清水和夫です。ダイナミックセーフティーテスト、今回もまた、横浜5部のテストコース、第5のテストコースに来てます。最近連休を前後にして非常に痛ましい交通事故が発生してます。これは今までも起きていたのか、報道だけが連鎖的で起きたのか、そこはよくわからないんですけども、ただ現実、車は多くの人たちは安全になったというふうに考えてます。それは一つの事象としては間違いないんですけども、じゃあそのことによって実際日本の交通事故で苦しむ方々が激減しているかというとですね、死者の数だけ24時間以内の死者の数だけは減ってますけども、やはり痛ましい交通事故が日本中各地で毎日のように起きてます。そういう意味で私たちがずっと行ってきたこの安全性能への飽くなき追求、これのテストをですね、今まで以上に真剣に車の安全性を皆さんにできるだけ分かりやすくレポートしながら、1台でも1件でも多くの交通事故が減るようにですね、頑張っていきたいと思います。どこまで車の本質的な安全性に迫れるのか、期待してください。というわけで、季節にしたの状態です。あとは、大丈夫です。発進はもう普通に発進しても十分速いんですけども、PDK の変速のシフトも速くて、エンジンももう7800回転ぐらいまで一発で、N エンジンなので非常にこう伸び感のある加速感ですね。それで0100キロまでの間わずか6、7秒で到達してしまいます。ローンチコントロールを最後試しましたけども、これもコンピューターがクラッチとエンジンの回転数をコントロールするので、もう最大のトラクションで出ますけども、ほとんどこうタイヤがホイールスピンして、トラコンが働いてエンジンを少し戻してるっていう感じがないんですね。だからトラクションだけでいうと、カレラ2の二輪駆動の RR なんだけど、なんかカレラ3ぐらいに乗ってる感じですね。トラクションが、4駆までいかないにしても、もう従来の997のカレラ3ぐらいの感じでトラクションがあります。もうブレーキはもうポルシェのしてやったりというところなんですけども、前以上にホイールベースが伸びたので、この前後のピッチングがすごく少なくなってます。997の時やっぱフロントはかなりお辞儀したり、前後のこのフロントのピッチングが気になる車だったんですけど、そのピッチングがなくなったので、やっぱホイールベースが100ミリ伸びたのはものすごく加減速の挙動安定では効いてますね。やっぱりもう991と997が、
まあ、こっちはカレラ4で、まあ、GTS というちょっとレアな車なんですけど、ここまでなんか差があるっていうのはちょっと驚きですね。ですから991は、まあ、空冷から水冷に切り替わったぐらいの大きなチェンジが、まあ、施られたのかなという感じがします。まあ、加速ではやはりこう PDK の制御も991の方がより速くダイレクトになってますね。ローンチはやっぱ新型の方がいいな。だからその辺は、まあ、パートレーンそのものも、まあ、より進化したんだなっていう感じがしてます。で結果的にこっちはあのカレラ4なので991よりちょっと100キロくらい重いんですね、こっちの方が。で、まあ、それが加速性能の差に影響して新型が大幅に上回ってますけども、まあ、ブレーキに関しては、とにかく991がすごい止まりましたね。まあ、これももともと宇宙一のブレーキなんて言ってましたから、まあ、それをさらに、まあ、自分たちがこう気づいた最高のブレーキ性能をさらに新型はまあ上回ってるわけです。でこれはおそらくタイヤが20インチという外径になったことが、まあ、トレッド面が縦長になっているので制動力とか駆動力にものすごく効きますから、まあ、そういったところで前後のトラクションとブレーキ性能がまあ大幅に上がったのが991の一つの進化かなという気がしますね。なんかエンジン音、PDK のシフトフィール、エンジン乗り心地、もうすべてができすぎ。良くなりすぎたっていうのもどうかな。まあでもそういう言い方もなんか俺たちが偏屈なんだよな。ああそうですね。良、うん、くなり良くなり。良くして良くして何が悪いんだよみたいなね。でもそう言いたくなるぐらい人間でもほら。何やらしてもうまくこなしちゃうやつってなんかちょっと好きになれないかなみたいな、隙がないっていうかさ、まあ完璧なスポーツカーになったね。いやもう本当にやられちゃったって感じ。なんか自分の運転が100倍うまくなったようなスポーツカーですね。まあ、全てがこう官能的にも動的なフィーリングも含めて実際の挙動も、本当にこう人馬一体感というのが非常に高いレベルで実現してます。もう乗り心地がすごく良くて、あとロードノイズが小さいですね。今までこう狭いキャビンの中でもう太鼓の中に頭を突っ込んだような感じのロードノイズがありましたけど、それがすごくないので、もともとのあのタイヤと路面との間の、ノイズの遮音がうまくいってるのか、まあ、タイヤそのものも20インチの台形になったおかげで、非常にこう快適性を増したあの車ですね、スポーツカーですね。でサスペンションがうまく上下にストロークしてますから乗り心地もいいし、今までのこうやんちゃな911っていう感じがなくてすごく洗練された、高級クーペになったという感じがしました。音振動は違うよね。でもこのジャックアンダーの感じはやっぱり、はい、新型のカレラ2はあの997のカレラ4ぐらいのスタビリティ持ってるね。だからカレラ2のくせにジャックアンダーなんだよね。だからもうあるあるのネガっていうのは完全に
新型の救急位置はもうないね。ああ、やっぱこういうところは新型いいな。で、乗り心地も、高速でちょっと荒れたところに行くとやっぱりこの車はあのドタバタする感じがあるんですけど、救急位置はもうほとんど違う路面を走っているような感じなんですね。さっきのデコボコがこんなところにデコボコがあったのっていうぐらいに救急1から救急7に乗り換えると、まあ、路面の凹凸がはっきりと出てくるので、そういう意味でサスペンションの技も新型の方がかなり良くなってます。燃費もここに来る途中うまくエコドライブすると救急1はリッター14、15キロぐらいで走りますから、まああらゆる意味で、もう文武両道のいいやつって感じですね、新型が。でもなんかこの997のこう愛着みたいなものはこっちの方にちょっと感じるかなっていう気もしますけど、まあ、それは一体、どういうことなのかっていうのはこれから少し分析していきたいと思います。じゃあこれは、ダブルレーンはもう見事としか言いようないです。スポーツプラスで少し、ESC の介入の敷地を、まあ、緩めることができるんですけども、それでもジャックアンダー気味でいくので、スポーツプラスでもテールが流れるのはところまでいかないですね。だから車のスタビリティももう彼ら4に乗ってるような感じの、高いスタビリティを持ってます。ですからトラクション性能と安定性が、まあ、タイヤが実は前後にあの全長が50ミリしか変わらないボディに対して100ミリ伸びたおかげで、まあ、キャビンは広くなったんですけども、実はリアのエンジンとリアのタイヤの距離は逆に詰まった感じがあるので、後ろのこう慣性モーメントが小さくなって、ものすごくダブルレーンチェンジでは今までみたいに後ろに重たいエンジン背負ってバーンっていうのがあのほとんど感じないですね。だからミッドシップみたいな感じになってきましたね。で、全体的に言えば、まあ、贅沢なことを言えばちょっとアドレナリンが出ないので、あのいつも安定しているので、まあ、カレラ4乗る人には今度のカレラ2は最適な911のスポーツカーかなっていう感じがしました。911のつぼで言ったらケツ流れちまうわすごいですね、止めきれないんですね。だから991がいかにすごいかだね。997だと入り口で、スパンとこう左切って元のレーンに戻るときにやっぱりリアのエンジンのイナーシャが残ってかなりこうオーバーステアになってきますね。それはノーマルモードでもスポーツプラスでも同じなんですけども、まあ、スポーツプラスの方がより過激に敷地が少し下がるおかげで、あのよりオーバーステアになりやすいんですけど、つまりタックインとかオーバーステアがまだこの997は出るんですけど、カレラ4でも。でも991はカレラ2のくせに全然それが出ないんですね。ですからついに991で、タックインが絶滅した。まあ、きっとあの亡くなったポール・フレル先生は、まあ、草葉の陰であの悲しんでるんじゃないかなと、まあ、先生はタックインをこよなく愛してましたから、タックインがなくなった991、車としてはもう思いっきり正常進化してるんですけど、ただそのタックインがないというところに、まあ、昔のポルシェの、円数なこう乗り味のアドレナリンを求める人たちから見たらどうかなという感じがします。
991、もう完璧なウェット切開ブレーキだろうなと思って飛び込んだら、なんかなんちゃってスピンしちゃいました。あのシステムが壊れたのかなと思って、あれっていう感じなんですけど、やっぱりあのいろいろ繰り返すと、まあ、同じようにハーフスピンするんですね。でこれはもう本来のポルシェではありえないことなんで、まあタイヤが減るとこういうことになるっていうことなんですね。皆さん、あのスポーツカー乗ってる人たちは高い車乗ってるんで、タイヤ変えないわけないんで、タイヤ高いからといってそのケチらないで、まあ、特に911はリアエンジン、リア駆動ですから、もう後ろのタイヤ命ですから、ただリアタイヤから減っていくので、相当気をつけて、タイヤの水を、空気を日頃からチェックしてください。ただ、まあ、そこまで減ったタイヤでも、まあ、ハーフスピンはしましたけど、あの、まあ、あの辺で止まったということはどうなんだろう。ポルシェ的には、まあ、過去の DST でも3部呼ぶぐらいで996をテストしたことありましたけど、まああのストッピングパワーはポルシェの場合はあの非常に高いですから、ただスタビリティが得られなかったということで、ハウスピンしましたけど、まあ、減ったタイヤでウェットで見れば良しとするのかな、そこはちょっとよく分かりませんけど、で最近もうゲイラ豪雨とか多いので、多分このタイヤだったら帰り大雨で80キロ規制出ても80でも危ないと思います。もうそういう時はあのサービスエリアから出ないようにするか、まあ、一般国道をタラタラと走って帰ってください。なんかこれもおかしいね。なんとポルシェ新旧の五分山テストになりました。まあなんかこれこそユーザーが一番知りたいテストかもしれません。まあポルシェ広報の故意で減ったタイヤでテストをすることができて、991の方が 10% ぐらい手前で止まってますね。最終形は991がハウスピンで、これがまあ、 あのジャックアンダーなんですけど、こっちはやっぱカレラ4なので、だからタイヤケチる人はカレラ4乗ってた方がいいかな。あの万が一の時のこととか、あともともとカレラ4の方がリアタイヤが減りにくいですから、まあプレスカーは991は1万1000キロぐらいでもうリア3部4部だったんで、まあそれはあのメディアが多分ガンガン走ってるからだと思うんですけど、まあ俺も走ったかな。まあやっぱりどんなスポーツカーもタイヤがないと何にもできないってことですね。ですから皆さん、あの高い車買うときにはちゃんと年間のタイヤ代っていうのをその任意保険代みたいに確保して、買ってください。いっぱいいっぱいで買って、あのお金がないからタイヤ買えないなんてことをやらないように、タイヤケチるべからず。